ちいかわ。ちいかわの8割めっちゃ可愛くない？アニメの声めっちゃ可愛い。チャルメラ食べる？チャルメラ。はぁ8割いると蹴飛ばしたくなる。俺アニメで蹴飛ばしたくなると思ったの、うまるちゃんくらいしかいないけどな。8割蹴飛ばしたいってお前どういうことだお前。いや、あれ、うまるちゃんのアニメ全部見れる人、俺才能だと思ってる、正直。発動したくなんない？うまるちゃん。あんなクソみてえな妹。あれ、発動したくなんない？普通の人はうまるちゃんを蹴飛ばしたいと思う。マジで？え、うまるちゃんゴミでしょあいつだって。外面だけ良くてさ、家の中でさ、こき使ってさ、兄貴を。一番嫌いそういうやつが。そう、リアルで妹いるから余計腹立つ。そうなんだよ。リアル妹いる人は余計腹立つよね。未だ俺さ、携帯を家族プランにしててさ、家族でギガを共有してるんだけどさ、もう買い方わかんないから。で、いつも俺が上限いっちゃってさ、妹にさ、ねえ、何に使ったの？詰められるのよ、毎回。すいません、つって。あ、これ俺が悪い？これ俺が悪いのか、これ。YouTube ちょっと見てまして、つって。だったらさ、自分で回線契約すればとか、家族プランやめればって、そんなこと言わないでくださいよって。7歳下の妹に、どやされてます。でもそんな妹でもね、可愛いところがあって、俺全然帰ってないから、今年の冬は帰ってくんだよねみたいな。聞いてくんだよ。そういう可愛いところ守ると。ね？たかられる？なんかからわされるのかな？いやでもね、誕生日だったんだけど最近妹。なんか買ってあげるよって言って。最近結構稼いでるし、つって。そこまで言ってないけど。全然欲しいもん、なんか買ってあげるよって言ったら、いらないって。ママに家電買ってあげてって。お前なんでできた今、お前、家の家電が、家の電子レンジが回らないんだよもう。で、何回も位置を変えてね、チンしないとね、ダメなんだよ。一回チンできないの。ね、ママに家電買ってあげてって。お前マジかってお前。やばい、これ、俺の株が下がって妹の株だけ上がる。もっと話を捏造すればよかった。仕事は合間にオイス3から逃げてなくて偉いな。頑張れ。俺は仕事から逃げられない。死にてえ。じゃあな。さっそうと来て、さっそうと帰ってったんだけど、この人。なんだこいつ。